してきてくれております。ちゃんとできるわよ、できるわよといった効果的な褒め方、ちゃんと子どもたちも褒められるとまた嬉しくて、先生にこれで合ってる、ちゃんと合ってると尋ねてくれます。まだ初心者の男の方も指替えもちゃんと弾けるようになっております。頑張れば何でもできるんです。どんどん褒めてあげましょうね。本日も徹子の部屋の始まり始まり、イエーイ。弾きますが、ゆっくり慌てずに練習することがポイントです。ちゃんと指くぐりもちゃんと弾けるようになっています。それではモーツァルト波長調をお届けいたします。